悪魔神を叩えよ。あー壊れる、脳が震える。脳が震える。こんにちは、魔女教滞在士官、ペテルギウス・ロマネ・コンティダックス。今日はですね、マスター隊で100連勝をね突破した、まあ、ドルバルムの構築をね使っていくんやけども、ポイントなのがそのマスターランク隊にもう到達した方が、今現役でね、ドルバルムの構築で勝ってる構築を、使ってるものがね今回は、紹介されていたので、こちらをね皆さんと一緒に共有ねしていこうと思うんですけども、まずデッキのコンセプトが、ライブラリアウトをしないで、ドルバルムの構築ってめちゃくちゃドローするんよね。まあ、アクアンを採用する形であればもちろんね、特にこのデッキに関しては青黒バルムなんやけども、ドローをそんなにね、中点的に置いていないと。だからまずアクアンを入れていないっていうのが一点であると。なのでミラー戦のドルバルム、このミラー戦のドルバルムっていうのが、その相手が闇文明なんで、ほとんどドルバルムのこの効果っていうものを受けないよね。なので、その、まあ、たかがっていうか、その、10コス1万3000トリプルブレーカー、これだけしか発動しないという状況になるんよね。そうなった時にやっぱ相手がいっぱいドローするというところを狙って、デッキ負けを狙っていく選択肢というものを考えていく。もちろんデッキのパワーは強いからドルバルムで押して勝っていくっていう手段もあるんやけども、まあ、そういうところを考えていくと。でこのデッキですごい自分が面白いなと思ったのは、この解体人形ジェニーを採用している。これは相手のドルバルム1枚を捨てさせると、これでドルバルムを相手封じる。まあドルバルム以外にもこのバーローをね、相手の手札から捨てさせる。要はドルバルムとかバーローなどうざいカードをね、まあその序盤から捨てさせていくと。まあドルバルムは活用される可能性あるけども、バーローは本当にめんどくさいカードなんで、このカードを処理できるっていうのがめちゃくちゃ強いよね。それから不浄の魔人ジュアジュが入ってるんやけども、今回新しく魔性能が追加されたメタモーフというカードで、マナーゾーンが7枚以上あれば、ブロッカーを得ると。でシールドトリガーブロッカー、そしてスレイヤー持ってる、これが強いと。しかもデーモンコマンドなんで、まあ昔4コス3000のシールドトリガーのデーモンコマンドがおったけども、まあそのスレイヤーのブロッカーのデーモンコマンドが出せるということで、非常にこうね、ドルバルムの素材にもなるし、まあブロッカーとしての役割も強いと。でまあロストソウルも入っているということで、まあいろんな強さを発揮する。まあミラー戦が一番厄介かな。他のクラスに関してはね、もうほとんど、ドルバルム出すだけで終わりを迎えるんで、まあその苦手な、まあミラー戦、ミラーの構築に対しても強いということで、ミラーを制すればこのデッキに負ける不利なデッキはなくなるからね、このデッキをね倒すことは絶対的に不可能な真実になるわけですよ。つまり私が最強になるということですよね。わかるかい。だからこのデッキを使って、マスターなんか皆さんも潜ってほしいんですよね。このデッキを使うことで絶対に負けないという真実がもたらせるので、まあ作れる方、しかもこのデッキはバルドルバルメが2枚しか入ってないからね、非常に無課金に対しても優しい構築だと思うんで、まあ、ぜひ使ってもらえればないいかなと思います。パンパラパンパンパンパラパンパンピーポーピーポーブーズー。さあマッチングしました。今日はマスター隊で、46連勝を到達した、青黒ドルバルムを使っていくんやけど、まあ、構築がねすごい面白いなと思ったので今回使っていく。まあ、こういうジャラとか入ってるよね、まあ、メタモーフを使ったり、それからこのドルバルムの構築って結構その、ライブラリアウトというか、こうデッキ負けをさ、左右させられるようなこう局面っていうのがあるんやけど、まあ、それをねしっかりこうケアできているような構築になってるっていうのもこの時の面白いところなよね。まずは1枚に、まあ、ドナに関しては1枚しか入ってないからちょっと渋って悩んだけども、これ相手も多分ドルバルムやね。あのドルバルムみたいなさ、あのインキャラ風情みたいなな、あの使うで、これジルコンもね、ドルバルムを墓地に送ることできるんやけど、ジルコンも今期ねめっちゃ強いと思うわ。ジルコンも超大当たりカード。まずは1枚に、おほほはははふっきーふっきーいいね。ドルバルムがあることによって、バーローがね、バーローがね刺さってくるからね。お前小賢しいだ。まあどっちのドルバルムが勝つかね、黒一色のドルバルムなのか、それとも、こういう単色っていうか、こう青黒ドルバルム、どっちの方が上になるのかっていうところやね。
まあ、ジャグラーに関しては入れ替えるとするか、まあ、ジャグラーはこのターン値いらなさそうやね。ロストチャージャーの効果によってさらなる次元の収支法を私は得る。さらにジルコンを召喚することによりさらなる布石を出るんだ。スルデキアイムが先行を変える。まあデモンハンダー値いらないね。まあ、どっちがドルバルでも、しかもこれお互いドルバルムやから、その闇以外 の、 そのカードを破壊するっていうのが、そのミラー戦 の、 その単色において水文明のカードがいなくなってしまうんやけども、これ単色じゃないよね、多色やからいなくなることはないと。こちゃかしな、おらら、無駄な抵抗をしやがってよ。面白いなお前、俺に勝とうって甘えたことを脱がせるんじゃないよ。おー、このジルコンを出すことによってこのブロックを展開しつつ、自分の欲しいカードを拾っていく。これ強いね。やっん、見せてみろよお前のその全てを。俺に見せるんだ、お前の真の姿を解き放つんだ。お前はまだ人間かもしれない、だが時にお前はドラゴンにもなり蛇にもなるんだ。私に向かったその反逆の剣というものが人間を超え、ネズミの宇宙のさなか、だが俺は蛇の中でも一番強いアナコンダなんだよ。お、いいね。ジェニーはコストの大きいカード1枚出させる。これ結構強いカードやね。ジェニーを出すのもありかもしれないね、バトルゾーンに出すだけで相手のカードを捨てる。やっぱハンデスほど強いカードないからな。ジェニー召喚、行くわよ。まずは1枚目、邪魔なカード粉砕玉砕大喝采、スルデキアイドが先行を変える。アクアポインター抹消。さあ、オワリアの次元は近づいてきたようだな。そろそろお前との決着をつける時がやっとこさ近づいてきたではないか。無駄な抵抗だということを俺が、おちゃかしいだ。まあジャラも強いカードではあるよね。しかもこれドルバルムで破壊俺のことをね狙うこともできないで、ジャラを出すかどうかなんやけども、まあここは出していこうか。ジャラ召喚、メタモーフという能力によってブロッカーを得ると。これしかもシールドトリガーなんで、まあ7マナ以上であれば、この7マナ以上っていうのはでかいね。中立が一番儲かる。こいつも青黒ドルバルムか、アクアン入れてる形か。今回確かこのデッキに関してはアクアン入ってない。お前らや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 ちょん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 もいいんじゃ、ちょん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 、小ざかしいな。これでドルバルムを戻すのかな。あ、小ざかしいな。無駄な抵抗やめろよ。これスレイヤー持ってるのもでかいんやけどね。おー、いいね。ドルバルムを墓地へ送るか。ドルバルムは何枚墓地へ行っても私にとっちゃ無意味な存在なんだよ。まずは1枚に、やばん、いいね。まあバイオルもね、ちょっと墓地行ったけども、まあドルバイオルも今回2枚か、2枚なんか、まあこんなものは関係ない。俺の勝利への道は何も揺るぎはない真実なんだ。見せてくれよ。しかもアイディがドルバイオルも召喚することに、水文明の短縮カードは消えるという未来の永劫戦が乱すからね。弱者は消えろ。しかも今回のこの構築はマスターランク帯で勝利を挙げた構築なんで、アクアン入れる形の何がこう弱点かっていう、そのいうところ、やっぱその自分のそのデス、そのデッキ負けをするリスクというものがあるっていうのが、このねアクアンを採用する時のやっぱ一つのまあリスクなんよね。デッキアウト、ライバルアウトを狙われるっていうのが一番厄介な話なんよね。しかもブロッカーが存在する限りドルバルブの猛攻を受けない。この4000ブロッカーというものが非常に厄介なカードになってくるわけよ。私は世界の中に運命を絶望変える。クラッシュ、お前小ざかしいな。光のさなかに全ての閃光を与える。カイゼカシナペン、役目は終わった。ミスから墓穴を掘り、私に勝つ定義をもたらす。ドルバルムを召喚する、そんなものは俺には関係ない。まあライバルアウトというのがあるからね。行くわよ。まずは1枚目、ロストソル残して、お前
小賢しいな。ドルバルブで私の手札を相殺しようなんて考え方をして、だからお前小賢しいな。そんな墓穴を掘るようなカードを置いてもいいとでも言うのかね。まあ、ドルバルブもやっぱ一種のたかがね、クリーチャーに過ぎないから、あ、檻に勝てるっていうのはまた話が違ってくるわけよ。いくらバーローの効果によって中立が一番儲かるのさ。お前ドローするのはご法度だろうがよ。お前これアクアが採用する形のやっぱ弱点なんよね。一つのやっぱりその弱点を突かれてしまった時にどう対応するのかっていうのが、まあ、本質的な話になるわけですよね。その明確な真理というか、真理をもたらすものこそが真理の平和、平和をもたらすものがピース、ピースを集めガラクタを集め砂場の世界をもたらす砂を集めてガラクタの宝石箱。無駄な抵抗するなお前、そんなものは俺には通用しない。まあ1枚通してやろうか。しかもこれが通したとしても、あ、なんだこいつ、小賢しいな。お前だからシールドトリガー来ないのはやめてくれって言ってるだ。だがその攻撃は通すわけにはいかないぜ。私のこのブロッカーの効果によって無力を与えるんだ。絶好を変える。お前だから無力な行動するなよタコがよ。抵抗を変える。無駄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 。俺様に勝つなんて千億年早いということを教えてやろうではないか。まあ中立おじさんも消えてもらう運命の最中になるね。ロストチャージはじゃあ入れ替えるとするか。だったら私も見せてあげるよ本当のイカズチの最中というものをな。私のこのプレミアムエクストラバルも召喚し、お前の魂をもらい受けるぜ。魔の中に全てはあるのじゃ。クラッシュ想像を変える。おえつの中に運命のさなかを置いて口を見るのが俺の趣味なんだ。役目は終わった。ブーン。でこれで1万3000ないけど、相手はデモンハンドが入れてるかどうかないけど、まあ、入れてるのか。これをねどう捉えるかっていうのあるんやけども、まあドルバルムを破壊するよりはここはしっかり処理をあった方が賢いような気がするな。ライブレイアウトを狙った方が賢いと思うんで、しっかり処理していく。沈むのが風船、風船をもたらすだが俺のチンパンジーの心得だからな。いくらドルマルムがいようが、私のこの完璧なる不全を突破することはできない。何がしたかったんだ、俺の絶望の中に行くな。お前小賢しいな。もう許さねえからなお前。だからリバースチャージの効果によってクリーチャーを戻すことができるか、ジルコンなどの優秀なねブロッカーカードを戻すことができる。これもやっぱ優秀なやっぱ一つの手立てになるからね。あわかっこっさ。お前小賢しいな。おお、お前小賢しいな。お前小賢しいぞ。それはね、お前小賢しいことすんなよお前。これな、バーローをちょっと計算したいね。やっぱバーローというカードがやっぱ一番のやっぱそのね、キモいカードやからね。バーローが1枚2枚、まあ進化元がバーロー、進化元いない。小賢しいな。これな、一つ手としてはこのドルバルム行って、でドルバルム行っても決めていく。こいつデッキ負けで俺に勝とうなんてさ、甘えたことを抜かしてるけども、本当の力を見せてあげる。ドルバルムの2連打によってお前を地獄に誘う。それができた瞬間、しかもこいつ確定塾デーモンハンドしか持ってねえじゃん。まあアクアサーファーも2枚捨ててるわけやからね。そんな運命の兆しを与えるかのごとく、私にその程度の兆しを与えるというのがいかに無力な行動であり、私にその程度の力が一切合切通じないということを見せてあげるよ。世界を闇に変えてやるのだ。光の中に正義を執行する。おえつの中に全てのおえつをもたらせ。うん、終わりなんだよお前はよ。ドルバルムの力を見るんだ。これが俺の世界、俺の世界、俺の宇宙の壊れた世界線。
やっぱね、構築の差、そしてプレイングレベルの差が私をこうもたらす。攻める時に攻め、引く時に引く、守る時に守る、その3個の心得を持った者こそが勝利をと導くのじゃ。ポキョ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 